はい、どうもこんにちは、育成です。今日も映画内やってみたいと思います。よろしくお願いいたします。やっていきましょう。テレビが近いぜ。よろしくお願いします。やっていきましょう。中野太郎大の森、中野、よろしくお願いします。果たして中野くんはどこまで抑えてくれるんでしょうか。個人の中1回戦となってきましょう。よろしくお願いします。山口の山口、そして親不幸のくんまでございます。はい、よしですね、やっていきましょう。よろしくお願いします。オッケーオッケー、かましてるかましてる。森が打たないのが意外だね。森がなんか一番逆に打つそうなのに。あ、わい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 、回ってこねえな、回ってこねえな、回ってこねえぞ。あ、回ってきた。チャンスで回ってきた。あれ、ツーアウトランナー二塁という場面で、まあまあいいか。ラッキーも切ります。マウンド上ピッチャーは関根、なんか先手返しでいい気がする。いけ、かません。右左もチャンスも、彼は強いのに。この場面打てます。あ、ノーノーやってたんで、ね、それは回ってこねえわ。なんで野手で回ってくるの、こっち。さあ、この打席で急成長できるか。うん、まあどうせノーノーは無理だから、もうちょいしたら回ってくるでしょう、さすがにね。いけ、オッケー、いいねいいねいいね。なんか打てるようになってきてるじゃん、中野は。どういうこと、中野が打てるようになってきてるってさ、なんか つまらないんだよね。おかしいな、中野はなんか打てないで有名なはずなのにさ。小野です。小野はガチャを回します。はい、ラインドライブついてるんですよ、彼。行きましょう。いけ、かません。思いっきしいける。あー、上げすぎだよ、よくないね。上げ上げ下げ下げだよ、それは。打率も下げ下げで、高田さん、まあまだ3割並ぶ9厘、もうちょっと上げれるね。4割は打てるわ、高田さん。俺も保証する、4割打てるっていう、そういうバッティングしてるもん、彼。うん、いいね。なんか2番だね、本当に素晴らしい2番だと思うわ。森は打ちますか、打つか打たないか聞かれたらさ、打つでしょ。森1番でもいいんだよ、本当。迷ってる打順は全然、おのの打順下げたいんだよな、個人的に。それなら別に1番でいい。あー、ノーノが遊びれてしまった。なら1番でいいんだよね。まあ、おのを下げれる。おのを例えば8番とか9番とかに固定できるんだったら、これ3番がいなくなるんだよ。3番が難しいんだよな、3番。もう定位置でいいです。1点取られるなら取られてあげましょう。はい。取れる、取れない。そう、なんか思うんだよ。別に。別にいいんだよね、正直。はい、連絡、そう、C、俺 C です。はい。そうなんだよね。行こう。中野。中野。オッケー、ナイス。素晴らしすぎる。で、中野、もっと切りましょう。サンキュー。押していけよ。押していける。まあ、うまい。うまい。今のはうまい。なんか、高田さんみたいなヒット打って。高田さんのショート俺好きなんだよね。なんか、知らんけど。なんか知らんけど好きなんだよね。行きましょう。中野、押さえてくれ。ビシッと行こう、ビシッと。押さえよう。君、こういうところで強いはずだろ。そうか、そうか。左打ちか。それ苦手だわ。ごめん。3番池は違うんだよね。池は4番にいてほしいんだよね、俺的にね。走るのありなんだよな。走れるかな。クイック D で相手の送球は、ババ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 送球いいか。走ってみようかな。池セーブ、アウトか。ごめんごめん、今いや、攻めた方が勝ちだろ。究極の歩を切ります。岸田、そろそろホームラン打ちたくない？打ちとうないか。いったいったいった、リズムがビッグボーイ。これなんだよ、これが俺が岸田に求めてた姿。いや、嬉しいわ、今のホームランは。完成形だろ、完成形知ってる？なんか完成形。一塁ランナー関根、マジで今の、マジで気持ちいい。6対1です。これ以上ないね。素晴らしい。あ、中野が打ってるだと。中野どうした？お前。中野どうした？まだ D だぞ。C 乗ってねえぞ。すげえな。手流しで行こうか。ライトラー持ってるしね。なんだ、斧を下げたいんだよな。森を1番で固定できるなら1番で固定したい。ガチャのロマンを求めてない。8番でいい。8番で振り回してほしい。それなら。8をもう回ってこないべ。こんな感じでいきましょう。流します。7、7鳴らします。いった。あ、いってない、これ。上がりすぎ。
高田はもうそういうバッターじゃないんだよね。自己犠牲できるバッターになってほしい。で、森、今日1本見てないんじゃない？ 1 本は打ちてぇなぁ。なぁ。はい、中野、キロー。オッケー、ナイス。オッケー。これなんだよね。高田のさん、マジでナイス。池いいねぇ。安定してる。ほんとねぇ。池下ろそうかな。下ろします。ダイソー、藤田。ダイソーが切れるようになったの嬉しいね。走りまーす。オッケー、ナイス。どうせ後ろで育てたい人はいません。はい。なので、こっちは思いっきりしていきます。オッケー。なん、当たりはいいのに。まあ、ロマンは永遠と擦るものだからね。ロマンを擦るものって誰かのフォアとこだね。岸田が今のさっきまでプルヒついてほしいよ、マジで。理想的なプルヒだったわ。本当に理想的だった。うわー、惜しい。いい当たりなのになぁ。いい当たりなのに惜しいわ。まあ、彼らダイソー枠で永遠と生き残ってくれるだろうから嬉しいな。ファイト。戦う気めえの歌を、佐藤くんが歌うんですよ。来年のセカンドどうしようかな。何しようかな。おう、おう、おう、8上げた？取られるね。よし、これで行きましょう。なんかユーティリティ1人いるのはやっぱり戦いはやりやすいね。戦いやすい。はい。というメリットがあります。はい。使いたい伝令がいないっていう一番恥ずかしい現象があります。はい。中野押していきましょう。まあ、緩急とかももっと使ってって、制球もぶち上げたいし、普通にどんどん上げてってくれると嬉しいし、星999からそうだし、ピエンだね。大特大ピエンまで。中野切ろう。来年3年だぜ。もう、早いなぁ。中野の3年間。中野の3年間は、その、点数使ってない3年間ってすっごい成長するからね。楽しいっちゃ楽しかったけど、なんか一般の方が過ごしやすい感じはするけどね。はい、中島でございました。どうもありがとうございました。次の試合。レッツラーゴー。望み通りすぎる。岸田がブルヒになった。もうマジこれ以上ない。本当にこれ以上ない。もうマジで最高。よし、次の試合行きましょう。チュームトレーニングで行きます。はい、総合戦略 C でございます。やっていきましょう。あ、吉野さん。お願いします。走りますか。そのままでしょ。いけないっす。ナイス。ナイス。あ、そろそろ行きましょうか。高田さん、いいね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 。かますね。なんか、こすったような当たりで、そこの場で飛ばすの偉いね。理想的すぎるだろ、今のは。すっごい理想的なヒット。あ、いけ。いけ、神か。神よ、いけ。あ、ちなみに来年の聖保証争い結構始まってっからね。頑張ってね。あ、スタメン争い結構始まってっからね。頼んで、みんな頑張ってね。はい。流します。なんか、フォームがいいもんね。打ちそうだもん。全力で。今の球打ってほしかったけどね。オッケー、いいね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 。見極めながらも打つ。これが、高田さんです。2安打目、もう本当に高田さんを選んだ時の何でもできるなっていう、この安心感よ。もう、こういうのあるよね。はい、中野。今日は急成長ですか？急成長です。偉いです。よし、右とかC乗った。偉いね。適当に流しておきましょう。流すのがとりあえず正解だから。適当に流しておきます。はい。まあ、これでもいいんだ。打たなくてもいいんだ。知ってるから。2割5分をずっとうろちょろしてます、彼です。はい。今日、引っ張ります。当たりはいいんだなぁ。バビってるね。バビられてる。逆バビだね。はい。で、高田さん。ずっと流し打ちが光るのよ。もうそれはもう流し打ちを選ぶしかないじゃん。そうなのよ。流し打ちが光ったら流し打ちを選ぶしかないのよ。これが俺です。はい。流し打ちが光るなら流し打ちを選べと。森。森が今のところ全く打ってません。今のところ多分6打数連続もあるのかな。オッケー !7 打数はかす。オッケーよかったー。こんだけ不調が続くとなかなか心配だよね。森ほどの打者が。いけいけいけ、レフト方向か。効果が外れるからここで一発逆方向でホームラン打っとこうぜ。いけなんちゅう コンブクイック C でしょ。あ、クイック B でしょ。クイック E。ちゃんと行ってみる？別に悪くない。オッケー！いいね、いいね、いいね、いいね。3投用意いったわ、今の。ラッキーボー。
カウント指示しといてなんだけど、よういったわ。オッケー、今度は、いいね、いいね、いいね。いいよ、素晴らしい。今の超えてほしかったけどね。まあ、3年になったら超えるでしょう。今のもね。確かに来年2年だわ。2年になったら超えるわ。佐藤だ。佐藤、いいね。高寺さん、いけるかな。転がせが7なら転がせできます。はい。さすがにこれが一番高い。可能性としては。いけ！やつかじゃねえ！オッケーオッケーオッケー。これで次やつかチャレンジだよ。いいよ、マジで。マジでやつかチャレンジしてくれ。サードまでいけ。オッケー。すご、いいねえ。三塁だ。タイムリーすぎです。ありがとう。外野前進しているときもすっごい難しいんだよね。よし。さっきいいヒット打ったから、続こうぜ。森くん。うまい！あー、落ちないね。あー。走れないんで、ここは背中していきます。オッケー！ゴブー！いい5番だわ。池の次の4番確定だね。このままの感じだったら。そして、スタメン争いが結構激しいです、今。はい。岸田と広瀬のスタメン争いをしてます、今。どっちを追うか。今のところ岸田優勢です。広瀬が勉強。あの3年はね、そんな2年、まあ、2年中心でいきたいんだけど、あと、佐藤はベンチです。はい。よっぽどのことがないと思います。スタメン入らないです。This is ball。まあ、いいんだけどね。ライトの切り札でいいなって。逆にね。打ちすぎてる。もう全然十分。広瀬は逆に、広瀬を置いとくときの利点があるんですよ。ダイソーが1人使えるっていう。はい。ダイソーにできるんですよ、広瀬を。それ大きいんですよね。個人的に。いや、引っ張り方向で締めたり。なんか思ったのと違ったけど、最高。重み回したいから、センター返しを思いっきりいこう。オッケー、いいね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 、いいよ、いいよ、いいよ。いいよ、いいよ、いいよ。なんか、なかなか打てるようになってきててびっくりしたんだけど、俺。斧ですよ、問題は。問題は彼ですよ。いつ打つねん。オッケー、これ落ちる。落ちるね。落ちるね。落ちねえな。いつ打つの？お主は。水圧感チャレンジです。水圧感チャレンジです。打ちました。頼むわー。頼むわー。疲れたって。疲れたって。4割も乗っけれそうだよ、ここ打てたら。頼む。打ってくれ。投げた。ストレート。なんちゅう。1年生、森。今日はここまで4打数1安打。ダメか。打てると思ったんだけどな。疲れた時って意外と打てねえんだよな。ほんとなぜか知らんけど。疲れた時に限って打てねえんだよな。疲れた時こそさ、甘いところ来てホームランバーン、ワン、ゲーイみたいなイメージはないんだよな。まあ、逆感じゃねえとダメでしたが、なんとかなるでしょう。中野くん、お願いだから切って。なあ、今の池取れんか。池で取れんなら無理だな。結構守備うめえからな、ファーストの守備。ファーストの守備に関してはプロフェッショナルだ。プロフェッショナル、いけ。もう、ファースト守備に関しては多分、湖だから、いけよ。近藤とかを置いてるなら俺がいけないんだけど、そんなわけじゃないっていう。短期いきまーす。今日はしかも才能会計じゃないから、中野くんはすごく偉いです。はい。かましていきましょう。一回、まあ、1点ぐらいは仕方ない。やってやろう、1点ぐらい。1点はどうぞ。どうぞ。それで気が済むのであれば1点ぐらい持ってってください。中野くんが許してきます。2人でも行きます。オッケー、ドバイ。低めで行こう。低く行こう。取れないの広瀬、今の取ってほしいよ。俺は普通に打ち取ってるからな。当たりとしては打ち取ってんだよ。当たりはな、そういうところだぜ。これやばいやばい。炎上。いやもうこれなんだよな。今余裕あるからいいけどさ、余裕ない時だったらもうブチ切れモードだぜ。変化球。点取ろうぜ。岸田が出てます。走らせます。 OK です。走れるのよ岸田は。こういう風にしてっからな俺が。代打出してもいいんだけどな。代打出す人がいねえんだよな。出したい人みたいないないんだよな。流します。流す方がいい気がする。
行った入った俺入ってねえか。惜しい。全然今なんかついていたよね。広角あたりについても何も言わないじゃん。やっぱり強えわ。広瀬、まあ、打ち始めてはいるんだよ。広瀬打ち始めてはいるんだ。2割3分4分3枠になってくれると思うんだけど、来年のスタメン枠は結構重要なのよ。私たちもうまい。行きましょう。敵だけかな。連絡切りたいなと思う。近藤だな。鈴木近藤とりあえず切っていきましょう。で緩急わかんない。来年また転生来るかもしんねえしな。伝染しねえけどラッキーだなって思ってる。来たら育成もできるしエースにもできる。杉内さんみたいなことが起きれるからな。1年負けてみたいな意味ねえからな。そういうことにはしたくないのよ。できるだけ頑張ってほしいなってのはあります。はい、緩急オッケー。あー、そのスタミナは変化球権限権限点入ります。はい、ご参考に。オッケー佐藤、オッケー、ナイス。まあ、今のがセカンドの醍醐味ですよ。そう、あの、前に落とせば、後ろに反らさなきゃ、セーフになるっていうね。はい、どうもありがとうございました。あんな感じでございました。うん。いいね。いい試合ができてる。ありがとうございました。バイ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 バ